はい、ほんで時にはちょっと贅沢を、時にはちょっと贅沢を、あ、その前にもうお酒もまさにね、これももう日本酒ももう今度終わりですやん、これこんだけでも焼酎はなくなってますね。ほんでもうウイスキーもこんだけで終わりですやん。どうしたらいいの、どうしたらいいのよこの私みたいなそれはいいんやけど、どうすればいいのこの私、それはいいんですけど、時にはちょっと贅沢をということでこんな買ってきました、はい、贅沢すぎやろ、酒ない言うて贅沢すぎやろ。これちょっと今日はね早く帰れたんでね嬉しいってね、なんかでちょうど時間的に本来ならこんな値引きのない時間帯まあでもないかなけど 50% あ、だいたいあの時間帯からやっとんのかな、何時、7時ぐらいですわ多分。はい、これ何、本マグロ切り落とし、本マグロか何マグロか知らんけどその違い分からんし、呼ばれます、見ます、どうでもいいですか、見ます、どうでもいいですか、見ます、どうでもいいっすよね、どうでもいいっすよね。このスーパーで買った買うたら大概本マグロかトロとかいろいろ買いとってもね、なんかジュクジュクやで、これ大丈夫これ、っていうかなんか白い怖い、なんか入っとらん。はい、いただきます。めっちゃ私らから言わしたらなんとかボツボツなんとかさんとか一緒や。違いがわからん。違いがわかりません。けど、わかる。おいしいかも。うん、おいしい。どっちやねん。ご飯食べたい。味付け海苔とご飯食べたい。ごっついうまい。いや、そこまでうまい。私言うたかもしれませんけどね、最後の晩餐、もう明日世の中がなくなる言うてね、もう明日で地球がなくなる言うて、最後何食べる言う時にね、何食べたいか言うたらね、めちゃくちゃうまいトロが食べたい。だからもうまあ私がもし死にそうになった時ね、なんかトロのトロかなんか食わしてくださいいやもう死にそうやったら食われへんな、もう余命何3日とか言われた時に、人生で1回だけかな、
めっちゃうまい。大トロやないですよ、多分中トロなんですけど、めっちゃうまいなって感じたこと一回あってね。あ、これがほんまトロなんやん。でああいうのほんま食べたい。ほんまに。サブ。美味しい日本酒。お酒もなくなってもた。ワインも飲みたいし。贅沢すぎ。ああもうなくなった。もう最後行かなしゃあないわ。最後行きますわ。もうわずかしか残ってんし。ラスト。ウィーン。なんのある宇宙やねん。日本酒おいしい。久しぶりやからかな、日本酒ちょっとしばらく飲んでなかったから。マグロもおいしい。めっちゃうまい。そんなに考えて今ライフよりマンちゃんの方が楽しめるよね。なんかいろんなもあると思う。なんかマンちゃんはどっちか言うたら全国的な感じですや。なんかマンちゃんはどっちか言うたら大阪独自大阪っぽい感じですや。あのスータマと一緒ですわ。はい、呼ばれました。おいしゅうございました。酔いました。日本酒酔うね。わずかな日本酒でも酔いますわ。はい、簡単なおっさんです。はい、美味しかったです。ごっつうまかった。めっさうまかった。ということで何喋っとったんかもわからんですけど、あのもう記憶飛んでますんで、あのまあまあそういうことですわ。あの金欠 and 金欠 and 酒欠 and いや終わり。はい、マジでもう酒ないんですよ。もうこれももう終わりでしょ。日本酒なくなったでしょ。焼酎もあれへんでしょ。ワインは元からないっしょ、ね、あと缶酎ハイとかあんなんしかないっすわ、ね、また頑張りますっていうことで、何頑張んねんみたいな。あー日本酒酔うねやっぱりね。はい、酔いますわっていうことで、いつもすみません、ありがとうございます。大きなばかりさん、ありがとうございます。ではおやすみなさい。そんな元気もなくなった。おやすみなさい。 See you. バイならバイじゃ。